スノーマン深沢達也がリベンジに挑む神業の連続に中島健人や広瀬アリスも驚愕。お笑いコンビチョコレートプラネット、長田庄平、松尾駿が MC を務める TBS、ザ神業チャレンジ SP が、17日午後7時から2時間にわたって放送する。スノーマン、深沢がリベンジに挑む、神業クレーンゲーム、神業クレーンゲームに挑戦するのは深沢達也、スノーマン。まず、1プレイ100円のクレーンゲーム8台の中から、1000円以内で4つの景品を取ればクリアとなるファーストステージに挑む。さらに、ファーストステージクリアで、鉄線に触れることなく70秒以内に100万円をゲットできれば神業成功となる、ビリビリクレーンゲームに挑戦できる。前回惜しくも時間切れで失敗となっていた深沢は、ミスタークレーンゲームの称号をつかむためにリベンジに燃える。これまで誰も成功したことがない難攻不落の神業をクリアすることはできるのか？